大変お待たせいたしました。本日は船橋市都市計画公聴会にご出席いただきありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます。都市計画課の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。本日の都市計画公聴会の趣旨について簡単にご説明いたします。本公聴会は船橋都市計画本町1丁目特定街区に関して都市計画法第16条第1項及び船橋市都市計画公聴会規則に基づき市民の皆様からご意見を伺い都市計画の案を作成するため船橋市が主催するものです。さて、本日の議長でございますが船橋市都市計画公聴会規則に基づき都市計画課長が議長に指名されておりますのでご報告いたします。それでは議長お願いいたします。皆さんこんにちは。船橋市都市計画課長の奥村でございます。議長を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それではただいまより船橋市都市計画公聴会を開会いたします。公述に先立ちまして司会から本日の公述の順序並びに注意事項等を説明いたします。はい、本日の公述人は4名となります。それぞれの公述の順序は掲示の通りでございます。次に、公述人並びに傍聴人の方々へのお願いをさせていただきます。まず本日の公聴会の記録のため事務局で録音機器の使用と写真を撮影させていただきます。公聴会開催中の入退室は自由ですが公述の妨げにならないようご配慮をお願いします。携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定をいただきますようお願いいたします。会場内の写真撮影等は可能ですが公述人や傍聴人の方々の顔が映らないようにするなどご配慮のほどをお願いいたします。また本日は報道関係の方がお見えになる可能性があります。その際撮影されることがおありかと思われますのでご承知おきください。最後に、お帰りの際なんですけれども、地下入り口でお渡しした入館証を、地下にいる市の職員にお返しください。また、お車でお越しの方につきましては、地下入り口の警備員室にて駐車券の無料処理をいたします。なお、お持ちの駐車券に、都市計画課駐車場専用という丸いスタンプが押されていない場合は、お帰りの際に地下にいる 市の職員へお申し出ください。次に公述人の皆様につきましては本日の公聴会は都市計画に関するご意見を述べていただくのみとし質問等はできません。また意見の発表にあたっては公述人選定の通知でご案内した通り持ち時間は1人1つの都市計画につき10分程度となります。公述を開始して8分が経過したらベルを1回鳴らし10分が経過したらベルを2回鳴らさせていただきます。また、先ほども申しましたが船橋市都市計画公聴会規則第9条により議事録を作成するため公述の内容を録音させていただきます。本議事録には公述人の住所および氏名が記録として残ります。また開示請求があったときは船橋市情報公開条例に基づき個人情報等の不開示情報を除き、議事録を開示することがありますので、ご了承ください。続いて、傍聴人の方々へのお願いですが、本日は傍聴している方のご発言は一切できませんので、前方に掲示してある、こちらに掲示してあります、注意事項をご覧になり、静粛に傍聴をお願いいたします。以上でございます。それではただいまから公述を開始します。船橋都市計画本町1丁目特定街区の案について公述人1の方お願いいたします。船橋市両谷に住み市議会議員をさせていただいています浅倉美希と申します。
私は、西武船橋を愛用してまいりました。そして2017年の8月に撤退方針が発表され、2018年の2月28日は西武船橋の、当時の後前で、西武50年間ありがとうというフライヤーを掲げさせていただいて、市民の皆様100人とともに見届けさせていただきました。あの土地は私のも含めて多くの船橋市民が愛着を持ってきた場所ですので、そこがどうなるのか、そして南口の歩行者の動線がどうなるのかは非常に市民の強い関心事であり続けました。2023年の2月の都市計画審議会に事業者ダイハウス工業が51階建て200メートルのタワーマンション670戸と商業オフィス等の隣接建設案をが示され、容積率、高さ制限、高さの最高限度、壁面位置の変更計画が提案されたのが、現在のこの特定外区の都市計画の変更提案であります。で、私はこの計画案について、市議会の報告の方でこういう計画があるということを特に本町海神地区の皆様には各戸にもお届けしまして、この情報をお届けしました。しかし現時点7月上旬現在、大きな反対運動はない状態でありますので、変更案は承認される方向に行くのではないかと推察します。これからも当然住民の意見が変わっていく中では状況変化すると思いますので、現時点での推察であります。ただ変更建設が認められた場合でも、事業者ダイハウス工業はタワーマンションに伴う近隣への影響を極力減らし、近隣と十分な意思疎通や緩和、融和を図るべきだとの視点で5点の意見を述べさせていただきます。第一に、工事着工前に特に近隣の低層住宅第1種第2種住居地域を中心とする本町海神などの住民に対して、工事期間、着工期間、着工がいつになるのか、完成がいつになるのか、そして工事中にはどのような工事に関わる配慮をするのかの説明会を十分にすべきであります。第2に、3月の、説明会、この説明会で日影規制や風害評価報告がなされました。で、その中では、この例えば樹木を植えることで、シミュレーション実験が2つあったんですけど、樹木を植えることでその風害の、ひどい地域が少し改善されるというようなシミュレーション実験がありました。しかし実際は、建設してみなければわからないところがありますので、これは建設は長い時間かかりますから、だんだんと躯体が完成してきます。躯体がある程度完成した時点で、きちんと風洞実験じゃなくて本当の調査を行い、場合によってはその計画を微修正するなどを考えるべきであります。で、第3に、市民が通る2階のペデストリアンデッキ部分です。で、今西武船橋車庫のところで西武の入り口のところで止まっておりますが、新建物ができると新建物の東側ですね、車庫側とがつながり、そしてそれが第三駐輪場までぐるりと建物周りを歩行者が歩けるようになります。そしてなおかつその歩行者デッキがフェイスの方にもつながって、ぐるりと、南口で2階デッキ部分で歩行者が回遊できる体制になるというような計画案であります。で、これ自身は非常にもしできればいいことで、より良い形を望んでおりますが、やはり本町海神地区の方に聞くと、ちょっと歩いたら休めるような、椅子が欲しいというような話を聞いておりますので、それを多く作るべきであります。で、第4に、マンションの建設に関して駐車場台数を減らすべきであります。船橋駅に隣接した当マンションの住民は公共交通使用を基本とし、二酸化炭素を排出削減をしてほしいと思います。駅周辺にはバスやタクシー等の市民が必要な車両が運行しており、その円滑な運行を妨げるようにマンション住民の不必要なマイカーを増やすべきではありません。すでに船橋市民の世帯の3分の1は私も含めてマイカーを所有施設に暮らしております。今のところ670戸で200台の駐車場予定とのことでありますが、100台以下に減らしてやむを得ず所有せられていない市民住民以外は、管理組合がカーシェアリング事業で必要な時のみにシェアカーを行うなどして
使用すべきです。そのことによってマンションの居住に伴う近隣へ の負荷が減らすことができますし、場合によってはその今タワー中空型この船橋市役所と一緒のロの字型の建物が計画されているそうですが、その中央にタワー の小さな駐車場を作るという、まあ、中層の駐車場を作るということですが、その台数を減らすことができれば、もしかしたら買い高の、修正というか低減にもつなげる可能性がありますので、それをご考慮いただきたいと思います。で、実はタワーマンションは大丈夫かという本が出てるんですが、これでタワーマンションとも伴ういろんな問題を勉強させていただいたんですが、実は安易にタワーマンション内に駐車をたくさん作ると、当然維持費が非常に 高いということで、だんだんと、まあ、実はタクシー呼んだ方が楽だとか歩いて生活した方が楽だということになりまして、タワーマンションには空き駐車場問題という問題が発生すると聞いております。だからそれを未然に防ぐ意味でも駐車増大数の低減、そしてカーシェアリングの推進というのはここの住民にとっても大切なことだろうと思います。そして第5になんですが、マンション居住が行われた後も近隣住民、もともと本町海上に住んできた方々との交流を促し、近隣住民がマンション施設、特に帰宅困難者用の一時スペースというのがあるんですが、その見学の機会も作り、防災時の協力体制などを確立すべきだと思います。で、この地区は最初に言いましたように、本当に船橋市民がこの5年以上にわたって跡地がどうなるのかを見守り続けてきたところです。2018年の最初の船橋の西部船橋の撤退以降、さまざまな案が出されました。で、まあ、さまざまな案としても前の案は具体的に一つなんですが、市民文化ホールを組み込んで、まあ、作るという案が出されましたが、市民文化ホールの組み込みは市民文化ホールと中央公民館をどうするのかという付随する問題を引き起こし、これが合意が得られなかったということで、この第一案は廃案になり、今回の案が出てきました。で、今回の案は船橋市は全く関係して、まあ、直接建物部分には関係しておりませんので、その意味では、その文化ホールの話は消えたわけですが、やはり場所としては船橋市民にとって非常に大切な場所、特に2階の、歩行者空間の場所は非常に大切な場所でありますので、ぜひ、この問題をきちんと船橋市としても、今日もちょっと残念ながら参加者が少ないでありますけど、本当はもっと関心がある方がいるはずですので、今後もきちんとこの、本町1丁目特定街区の、都市計画の変更についてはきちんと広報をいただき、きちんと市民の中で十分に議論した上で物事が進んでいくことを望みます。以上で私の講述を出していただきます。